それでは振り返っていきたいと思います。飛車先を交換して2号に引いたんですけど、2六の方が良かったかもしれないですね。で5五歩で、これも手損ですけど、ただ角道が二重に止まるので、でこれで桂頭に行きましたね。で横歩取ったんですけど、この手では、取り込んで同飛車に、でこの両取りがあったんですね。切って取って、同角もありそうですけど、そうですね、これは駒得なので良さそうですね。本譜を切って角打ちましたね。あ、これでは、あ、いや、これはなかなか、でもちょっと良さそうですね。あ、ここら辺ちょっと悪手になってますね。3八歩と受ける手もあったみたいですけど、歩成って取って、難しいところですかね。角成れたらでかいですか。これも同角も悪手になってますね。逃げて銀になってく感じですかね。駒得ではありますけど、ただちょっと、なんか、飛車角が接近した形であんまり良くないですよね。で、これ、すごい大悪手になってますね、これ。ここら辺で、評価値が今2000点ぐらいなんですけど、これ取って逆に、2000点触れちゃってますね、マイナスに。これ、垂らす手は見えたんですけど、これ、直接、こう埋めなきゃいけなかったんですけど、これちょっとさすがに困ってますね。これを取ってしまったので、この垂らす手では、打つ手があったんですね。いや、これ激痛ですね。逃げるしかないですけど、飛車取られて、これでまた合駒するしかないんですけど、銀打つしかなくて、取って、逃げて。いや、これひどいですね、これは。これちょっと泣きたくなるような手順ですね。これ次7六桂曲がるので。いや、これはもう厳しすぎますね。本譜は垂らしちゃったので銀埋めて、なんとかなったんですけど、すごい危なかったですね。やっぱ玉飛接近すべからずの格言通りですよね。なんか歩だけだなと思って、大丈夫かなと思ったんですけど、とんでもなかったですね。こっからは一応玉の早逃げして、こうなれば分かりやすいですかね。ちょっとここら辺、竜回られてちょっと嫌でしたけど、一応桂馬打って、こっちも金取れるので。この形になれば結構手厚い形なので、なんとかなるかなと思ったんですけど。そうですね。では終わります。